ジャックさんです。お願いします。はい、本戦でラーメンの替え玉食べまくれ。いやいや。ということで、はい。なんやおめえら。どうした急に。俺ら仲間よな。あっという間だろ。あっという間だよ。ええだよ。回すの下手になったから。おい。何やおめえら本当にな。まだ何も言ってねえよ。左利きだからって調子こいてんじゃねえぞ。おめえら右きくそ。おい。最終民だ。くせんだよマジで。みんなと同じいって。違うよ。最終違う。最終。そういうことだよ。ということで今回やっぱジャスティスターの僕ら3人で言ったら世にも珍しい左利き。そうだね。であなた方はもうどこにでもいる右利き。そろそろ左利きが上っていうのを見せてやる。そうだよ。まあ前菜多いって言うけどね。そうです。今回は、まあ、ラーメンの替え玉を地元のラーメン屋さん食べに行くの、うん、はい、大食い勝負でございます。分かってこいよ。どうですか皆さん大食いは。でもなんか最近俺の中で思うよね、うん、ランキングがあって、うん、多分俺らの今いないけど1位が多分ショートなの。まあそうだね。ショートマジで食うね。ダントツだね。でショート王者はいないから今回、うん、2番目が多分ナオ。ナオだね。で3番目が俺、うん、4番目ヒエ、5番目ゴーキー、6番目が俺とヨシキマジで同じぐらいでしょ。だから今ちょうど2、6、7と3、4、5がいる。そっちも手だろ。アバランスでは1も言えんだよ。ということですね、はい、今回はラーメン僕ら大好きなんですけど、うん、まあいっぱい食べてって、うん、負けたチーム全おごりでございます。両家これイエーイって言うしてんのに。負けたチームでも足引っ張ったやつ。いやダメです、はい、ダメだよ。ダメです。一番食ったやつで。そうです。あそうだね。それはそうです。でもこんなことやれたら左利きチーム行きたいな。なあ、でも仲間じゃん。俺が引っ張ってってやるからお前たちも。あ、楽しい。くせえ。さ、2つの意味でマジで。はい、という感じで、はい、もう早速3人で分担で割らなきゃいけないんで、お金は負担してください。頑張って。まあとりあえず、まあ、楽しくいくのが大事なんですけど、まあここはバチバチでいきましょう。はい。まあ美味しいラーメン食べながら、はい、まあみんなで吐きそうになりながら、はい、頑張りましょう。はい。それではもう早速いっちゃいましょう。はい。それではね、レッツゴー。ということで地元ラーメン着きましょう。はい、もうここは行き慣れてますから、はい、僕ら野球部時代中学校小学校からもうここよく来るじゃないですか、うん、でここ地元のメンロードというお店でございます。はい、メンロードという感じで、はい、まあ、早速頼んでいきたいと思うんですが、はい、まあここでルーツじゃここで真ん中で2人食べてもらうか、はい、チームそれぞれ、うん、で1人がサブで見守ってくれる、うん、なるほど。で残り1人は外で見とく、うん、でどんどんローテーション1杯食べることで、はい、でそちらのチームラーメンは雷ラーメン。雷ラーメンと、まあ、メンローオリジナルオリジナルラーメン。いいね。美味しいね。で僕らが味噌ラーメン。味噌ラーメン。それでも早速じゃやっていきましょう。はい、はいはいはい、ということでそろそろ来るみたいですよ。お腹すいた。ということでさっき店主に聞いたら、うん、あの替え玉一玉250g ぐらいある。多いね。ガチで多い。俺ラーメン屋でバイトしたから分かるけどバカ多い。普通のラーメン屋の大盛りぐらいが1回できます。2杯でもうまあまあ頑張ってね。2杯で500でしょ。そうだよ。もうインスタ食べたら分かると思うけど丼がまずでかいから、でかい。そうでもマジ 500g はマイク・タイソンなの右腕ぐらい。でかっ。分かんねえ世代が違う。世代お前だけなんでそんな顔してるの。ということでおっ来ました。じゃあうわさー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 まず雷ラーメンから。うまそう。うわ、雷ラーメンうまそう。味噌ラーメンうまそう。もうそっちが美味しそうだ。じゃあ行きます。はい、右左ラーメン替え玉対決。よーしスタート。イエーイ。早さじゃないもんね。最初味わってくれ。でもでけえ量。うわもう早い。来てる。もう来ました替え玉が。ラーメンの美味しさの方も伝えて。いやクソうまい。クソうまい。うまそう。雷初めて食ったんだけど、うん、いやめっちゃうまい。ハマった。次からこれ、ね、これが一番うまいんだから、ね、この味噌ラーメン、はい、最後の晩餐系いったりです。おお。あもうこれ食って死ねる。そうです。これ孫と一緒に食いながら一緒に二人で死ぬ。孫なんだね。どんだけ見せてんの。ちゃんと結婚してんだ。孫やちゃんと孫やっておかしい。孫やっとさ、あのさ別にさ嫌なわけじゃないんだけどさ歯でチュッて切ってるやつ入れない。あー確かにちょっとやだね。長っチュッて普通やるわけじゃないんだけどあのスッてやって嫌なんだろ。ね、もう麺ないよ。ナイス。いや、ボンジャンチョクいまーす。バイム100択。じゃあ2杯目いきまーす。はい、いっちゃいっちゃい。ちょっとお腹すいたから裏でも食ってていい？あいいよ。余裕やねん。いただきまーす。うわ、なんだ？いって！いこういこういこう。
けど、ちょっともういいお腹いっぱいでかも。マジそうよ。頼むよ、エースなんだけど、うちの。リュウシも早いよ。早いね。ヒー負けてる、ヒー負けてる、やばいやばい。まずペースで圧倒していこう。マラソン大会でも一番、あの、校内だけ速いやつ。最初だけ速い。リュウシも。リュウシいいよ。ナイス。チャーシュー食う余裕すらある。素晴らしい、素晴らしい。カメラ君。お、ヒー負けない。これ終わったら一回スープもらいたいんだけど。ああ、こっちのね。オッケーオッケー。ありがとう、お願いします。もうめっちゃ熱いうなずいてる。はい、ありがとうございます。今日も最高です。いつもありがとうございます。めっちゃうまい。向こうは遅いから、同期は。うん、オッケー。やばいよ。お、新しいスープ来た。ありがとうございます。嬉しい。ナイス。行こう、次僕行きたいと思います。いいね。水だ、水だ、水だ。ああ、変えない方がいい。水だはね、ゴッチ。ええー。ああ、熱い。出ちゃった、出ちゃった。一人で回してるとは思えないよね。マジで。それの。素晴らしい。うわ、リュウシでも意外に早くない？ナイス。スープも飲んでく。頑張んなよ、そんな。でもヒーも大丈夫。はい、追いつける追いつける。はい、トッピングサービス。うわ、トッピングサービス。あ、続きました。あれ、まあ大好き。サービス嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃ嬉しいけど、嬉しいのか嬉しくないのかちょっとわからない状況ではある。めっちゃ嬉しいけどな。正直まだいける。今日調子いい、多分。うわ、マジやばい。よし君調子いい。調子良くても標準だから。それが一般なんすよ。一般なんすよ。ヒエ、お前身長低くても食べれること見せてやれや。お前が小さな標準だよ。うるせえよ。150cm 維持見せろ。えぐっ。仲間だよ、仲間だよ。おっ、来た。はい、素晴らしい。急いでるで、替え玉。でもそろそろ終わりってことも伝えとかないときついじゃない。まだ行くよ。まだ行くよ。ゲームマスター、ゲームマスター。僕も食べました。オッケー。来たー。タイミングいいっすよ。やばい、一周差だよ。まだいけるね。まだいけますよ。あと10ずつ持ってきてください。バカ言うな。マジ死んじゃうよ。なお3杯目。うん、なお3杯目だ。まだ余裕。750ってこと。えぐっ。俺 750g ってさ、マイク・タイソンぐらいでかい。だから分かんねえっつったやん。もう食ってね。うん、なお終わるよ。ゴッキー、ゴッキー食いました。勝ちで。ポイントがついた。あれ、汁変えた。汁変えました。アイスチームのあれをもらいました。いいね。でも味、アイスチームのスープ使った時に食ったらね、一杯こっちで。そうだね。ちょっとまだ食う前なんだけどさ。無理、それは。いや、でも俺これ食ってドローンするわ。言うなよ。よし、かも次食ってドローンだよ。俺、永遠に変えたら一人。苦しい顔しない。ガッツァルガッツァル。でも本当は、あおっ、やめろ。なんで、なんで、あのー、なに、待って、やばい、ちょっと待って。なに、俺の隣のやつが呼吸し始めた。やばい、やばい時の呼吸し始めた。やばい。いや、ヒューかなり遅いよ。ペース、もう並んでるのに。なんかもう、なんか元気のない掃除。ジャックの掃除。強制ランナー。そんなうまくねえじゃん、それは。いや、お前散々生きてたからな。あと一杯余裕だろ。これもうお前見失ったわ、お前。味噌ラーメン。何見つけてたの。でも食べてるな、味噌ラーメンということで。うわー、うまくねえ。仲間思いの一歩で。今、よし、買いの前一個食べてる。だったら一歩かかるにしてくわね。応援したいです。マジでじゃない。じゃあこんなラーメンは嫌だ。どんなラーメン。はい、マイナス1本。マイナス1本だ。リュウシの食用。ナイス。やばっ。じゃあリュウシ、ケツから出てるよ。いや、いや、超循環型や。あー、ダリーダリーって言ったね。ダリーって言ったね。ダリーって言ったね。よし、耳でないよ。よし、耳みたいに耳。お前、嫌だなよ、そういうこと。ヒグがダメージ受けてた。わざわざ仲間ダメージ受けてた。お、ヒグ、お、ヒグだ。ゴッキー、追いついちゃう、よし。オッケー、マジで。これやばいわ。俺、多分次は全部食い、ギンで。やばい、マジで。なお、ちょっときつくなってきたべ。いや、もうここまでいる、今、メンバー。いや、俺、ここまでいる。できるよね。ゴッキー、早いね。いや、いいよ。巻き返して、お前。
学校でリレーでいたらお前めっちゃモテるタイプよ、岡本から。はい、はい、言ってんじゃねえよ。はい、行こう。うん、マジきついわ。なんでメモ入れて休憩する。言ったら言ったら、マジやったら休憩。ここもグッで勝利だから、いいか、食え。ゆっくりだ、お前変わってんだよ。それだけヤンキーマンだこー。でも熱いよ、うちの動きもおもろいよ。いけ。一本もらってるよ。お前さ、お前さ、自分でさ、あの給料やだってでさ、お前入れて自分で出すだから。いやお前ら幸せだよ、本当に。友達ありがとうな。行こう、ガチで。おー、ごちそうさま。俺ら抜いたでしょ。抜いた。ディエ君が一回休憩することで。どうだよ。お前、休憩だけで義務じゃないから。オッケー、ナイス。隣のやつ見て。ちなみに、何はどれが来るの。俺今半分来た。これで半分。ふざけんなよ。ふざけんなよ。本当だったら結構精神ダメージだよ。やべえ、なお、おっしゃらいぜ。なお、早くね。まあいいけどよ。ライフ、水飲み来た。ライフ、水飲み来た。ライフ、水飲み来た。ライフ、無視が来た。なお、今日は頼んだけど。行こう。それはなお、ブーって言われたけど。ナオがいるとマジ頑張れるわ。頑張れるよね。頑張れるよ。メシコみたいな顔してるから。いやいや、違う。誰でもいねえよ。マリウム。はい、仕事もないから。はい、ということでカメラ止まっちゃったんですけど、はい、まあ切り替えていきましょう。はい、僕ごちそうさまです。食べました。はい、はい、あとゴーキマジでお前に任せた。いけゴーキ。ゴーキマジやばいかもしれない。ゴーキマジすげえ。パスで。え？ギブじゃないもんね。パスだもん。パスで。休憩ってこと？そうです。じゃあ俺行く。やば。よく行けねえな。え、なお前ごたまめ？ごたまめ。え？うっ。でもルシー次もよしき横にいるよ。ねえ、うざい。なおごたまめです。なおごたまめ。これはすげえな。だからお前3歳の時に相撲部から使うって言ってるの。早い。早い。部活動だよ。早いだろ。俺の話いいこと。何枚いるの今9。あ、そう。何枚も結構限界ではあるの。でも限界まで来た時の俺めちゃ強い。何やそれ。何やそれ。すごい。お前マジで助けたよ。助けたよ。助けたよ。ドゥン。ありがとうございます。とはもう言い切れない。おい。おい、やめろお前。くれ。おい、マジやっけ。一人寝てやっていいんだけど、チームで動画にねえんだよ。ちゃんと顔見る。ラーメンが流れてきてる。追いかけようとしてる。おい、いや、すげえ。オッケー、もう俺ガチ行く、もうスピードで。で、あのスピードで行って、あのハンドでも、おえってなるかもしれないけど、それはそれで逆に趣があるから、いいやね。筋肉の音鳴らしてもいい。相手チーム入れるでしょ。やべ、麺伸びた。これ食ったら2杯分でいい。はい、心臓のゲームセクトじゃん。逆にこれ食ってなんかある、ここ食ったら頑張る。キスしたけ。無理です、ギブアップです。マジ、マジガチンガザット。もう入んない。ちょっと待って、電話来た。はい、楽しい。はい、ふざすぎ。ギブアップ。いや、ボーキが今俺の残した分食ってるから。多分今これで俺らが一歩リード。いっぱいさ。いっぱいさね。全然可能性あるね。全然入る。あ、いけんの。ゴーキお前大好き。いや、リュウシンも頑張ってる。ほんとファンの皆さんあれだよ、リュウシンとゴーキはあのお二人の時プレゼントあの麺、麺を麺替え玉で替え玉炊く。
なお。ギブザップ。ギブザップ、ごまんのギブザップ。逆か、ゴーザイオイオいてよ。もうダメだよ、なお一人です。俺も食ってないんだ、こっち側がギブアップ。おい、せめて黙っといたよ、だけどまだ、後期頑張れる。ねえ、ゴーキが今ラーハンその顔やめて。え、どうも食ったゴーキ、やばい、これ食われたら追いつかれるぞ。ほぼ6だよ、俺。でも翔太13食ってる。おい、勝てこねえよ、じゃああいつ、チームがいないよ。え、今さ、2人ともさ、14杯目じゃん。うん。そしたらもう、早食い対決いいんじゃん。熱い量は違うよ。いや、もうでも行け、ゴーキ遅いから。いや、別に負けるから攻めるとかないよ、うん、お前らに言われすぎやろ。お前は俺の上に立ってるっておかしい。あ、ゴーキ勝ったんだ。じゃあ試合開始のゴングお願いします。よーし、スタート。ゴーキはね、すするのはいいけど、その口の中のね、時間が、滞在時間長いから。おめえが言うぜ。お前、解説めっちゃ得意だ。え、ゴーキ食った？はい、食べ終わりました。うわー、はい、ということで、はい、勝者は左利きチーム。これはまあ認めるわ。いや、でもなおマジ頑張ったね。ということで、まあ、負けちゃった右チームにはこのラーメン代のお会計を全部払ってもらうということです。はい、で、帰りのコンビニ飲み物をおごってもらうということです。はい、これルール乗ってなかった。ルールブックがいいじゃないか。という感じで、これからの楽しい動画を撮っていきましょう。はい、で、ぜひこちらの今回協力していただいたメンローズさんにも、はい、よかったら皆さんも来てみてください。はい、はい、ということで、次の動画でまた会いましょう。それでは次の動画へ、バイバーイ。最後まで動画見てくれてありがとう。今回の企画めっちゃきつかったです。お腹が破けそうなぐらい頑張りました。次は全員で対決したいと思います。それでは次回の動画でバイバーイ。